おはようございます。6月9日サンデーモーニング、善馬貴子です。昨日は各地で30度を超える真夏日を観測したところありましたけれども、今日は、お天気崩れて全国的に曇りや雨のところが多くなりそうです。梅雨入りする地域も増えてきそうですね。では今日まずは警察の不祥事をめぐるニュースから、駒田さんです。はい、異例の内部告発に